どうも、今回は今最も勢いのある YouTuber のコムドットさんがまた炎上したそうなので、知らない人のためにもいつも通りまとめていこうと思います。まず炎上内容を担当直入に言うと、コムドットさんのメンバーなどが真夜中の住宅街のコンビニの駐車場で大騒ぎをしていたそうです。近くに住んでいる人からは、コンビニから100メートル離れて住んでいるのに夜中に彼らの騒ぎ声がうるさくて眠れないとの声が上がったりしていて、それが週に何回も続いていたそうです。まあ、その言葉通り、コムドットさんは9月の8日9日などその週は3回も夜中に集まって騒いでいたとのことです。またコムドットさんは日付が変わってもたむろしていたため、近くの住民が通報し、深夜0時頃に警察官2人に職務質問されていたそうです。しかしその対応はマネージャーのみで、メンバーの人たちはその間も車の裏で笑い声を上げていたとされています。やっと落ち着いたかと思いきや、まさかの1分も経たないうちにまた車が戻ってきて、今度は車内で大騒ぎ、ようやく2時過ぎ頃にその騒ぎは収まったそうです。まあ、これが炎上の内容となります。ここから補足を入れていくと、そのコンビニはセブンイレブン西東京八木沢2丁目で、地図を見ても本当に周りは静かな住宅街です。まあ、近所の人からは彼らにはもう現れてほしくないなど、相当うるさかったのでしょう。さらに緊急事態宣言下の中、マスクなしで大騒ぎということで、もう迷惑 YouTuber と言われてもおかしくないと思います。その後コムドットさんはインスタグラムで謝罪文を出しており、まあ反省しているらしいです。ちなみにコムドットさんの炎上はヒカキンさんの株を上げるということで有名ですが、もちろん今回の炎上でもヒカキンさんの株は上がっていたようです。ということで、今回はコムドットさんの炎上についてまとめました。なんかマネージャーさんいるみたいですが、もっとマネージャーさんの人も注意的なことを強めた方がいいと思います。あとコムドットさんの過去の炎上をもっと知りたい人は、僕の動画で以前取り上げているので、まあよかったら見てください。こんな感じで以上にさせてもらおうと思います。このチャンネルでは今日の話題になるような話をわかりやすくまとめて話していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。以上です。